このヒートシンク、すごく大きいですね。使用の際にかなりの熱を持つので、とはいえ、少々大きすぎたでしょうか。いえ、大丈夫です。私、基板に大きなヒートシンクがついてると安心できちゃうんです。よくはわからないのですが、それはエオナッサルが機械好きだからこそ感じることなのでしょうか。多分そうじゃないかな。そもそも普通の人は基板にヒートシンクがついてるのを見ることないと思えいますし、けどこれおしゃれな形ですね。なんとなくくしごく見えるかも。そうです、そのことで一つ謝罪しなければならないことがあります。この尺 X8、キュートクリアという名前で、キュートクルに対して絶大な効果を表すものでして。キュートクルって髪の毛がくるくるって丸まった髪型のことじゃなかったっけ？いえ。キュートクルは髪の毛の一番外側の層のことです。髪の毛は三くず構造になっているのですが、イオナッサル、ご存知なかったのですか？あんまり美容に関する知識には詳しくなくて。でも、それってつまり、この尺 X8 は体じゃなくて髪の毛を守る効果があるってことですか？いえ、ちゃんと体も守ります。今までの尺8よりも強靭な性能で肉体を守ることに違いはありません。ただそれでも髪に比べて体の守りはおよそ10分の1程度なのですが。逆だったら嬉しかったです。本当に申し訳ありません。でもしっかりと体を守ってくれるのが分かったから、とりあえずは一安心です。あなたも、よかったね。髪の毛しか守ってくれなかったら、あなたは使えなかったはずだもん。違うよ。RCSの頭に髪の毛がない、ってことだよ。そもそも、こっちからはあなたの顔は見えないんだから、ハゲてるかどうかなんてわからないもん。確かにそうですね。ですが、その反応から察するに、もしかしたら本当に。カノンさん。いえ、何でもありません。ただの独り言ですので。お気になさらず。